マカバイ戦争、マカバイ戦争、マカバイ戦争、マッキウィーンリボルトは、紀元前167年に勃発したセレウコス町に対するユダヤ人の反乱とそれに続く戦争。主要な指導者、ユダマカバイにちなんで、マカバイ戦争と呼ばれる。この戦争の結果、ユダヤ人の独立勢力発ンアサの成立を見ることになる。 マカバイ戦争をユダヤ側からの視点で描いたものが旧約聖書外典のマカバイ記である。イスラエルはディアドコイ戦争の後にプトレマイオス朝の支配するところとなっていた。その統治下においてユダヤ人の生活は比較的平穏であったと考えられている。その後、数字にわたるシリア戦争の後、イスラエルはセレウコス朝の支配下に入った。 イスラエルを征服したセレウコス朝の王アンティオコス三世は、地元の支持を得るために、ユダヤ人に寛容な姿勢を持って臨んだが、彼の死後王湯を継いだ、セレウコス四世、そしてその後のアンティオコス四世、エピファネスの時代に入ると、ユダヤ教団内部の対立に橋を発してにわかに、情勢が変化した。セレウコス四世の時代、エルサレムの大祭主であった、オニアス三世と、 神殿総務長であった名門ビル画家のシモンが人事をめぐって対立していた。シモンはセレウコス四世に対しオニアス三世の残言を繰り返したが、結局オニアス三世はシモンに対して優位を維持した。しかし間もなくセレウコス四世が死去し、アンティオコス四世が王となると、大祭司オニアス三世の弟ヤソン。ヤソンは飛びやけの支援を受け、莫大な功能金を セレウコス町に収めて、大祭司職をた。イアソンはさらに、アンティオコス4世に対し自分の権限で、ギムナシオン、単育場やエピペア、青年団を設立し、エルサレム市民をアンティオキア市民として登録することが許されるならば、なる効能を行うと提案し、これが認められたために支配権を握り、大規模なギリシア化政策を実行した。その後、 紀元前172年にはで、シモンの弟であるメネラオスがイアソンを上回る、功能金を収めて、大祭司職を得、イアソンは地位を失った。メネラオスは、おそらく、セレウコス長の指示によってであるが勝手に、エルサレム神殿の財産を持ち出すなどしたために、経験派のユダヤ人の像を買った。そんな中で、エジプトに遠征していた、アンティオコス四世が死亡したという噂がイスラエルに、 流れた。これを後期と見たイアソンは、地位回復を目指して挙兵し、エルサレムを一時占領したが結局破られて死亡した。ところが、このイアソンの挙兵は、エジプト遠征中のアンティオコス4世に、ユダヤ人が反乱を起こしたと報告された。実際アンティオコス4世にしてみれば遠征中に、後方で起こった騒乱。しかも、彼が任命した大祭司に対して、武力行使に及んだ。 イアソンの行動は反乱以外の何者でもなかったかもしれない。アンティオコス四世はエルサレムに侵軍して、神殿を略奪し、多数のユダヤ人を殺害、または奴隷とした。そして要塞を築いて非ユダヤ人を駐留させ、監視させるとともに、ユダヤ人に対しユダヤ教の立法に基づいて、生活することを厳禁した。そしてエルサレム神殿は、ゼウスの神殿とされた。 こうした中、紀元前167年に、セレウコス長の将軍、ルシアスは、アンティオコス四世の代理として、ユダヤ人たちに、ゼウス人への奉納を命じた。エルサレムの祭祀家やヘレニズム的な貴族らは、親、セレウコス長の立場を取って、これに従ったが、地方都市も、ディンの祭マタティアは、これを強制したセレウコス長の役人とその仲間の親、セレウコ長的な、 ユダヤ人を殺害した。そしてマタティアが五人の息子たちと共に山中に隠れるとセレウコス朝に対する敵意を募らせていたユダヤ人がそこ集まった。マタティアはこれを軍に組織し、次第に本格的な反乱となっていった。マタティアは当初、息子たちと小規模なゲリラ戦を行って、異教の神殿を破壊していたが、間もなく死去した。彼の死後に後を継いだ息子のユダ。 ユダマカバイ、ユダスマッカベエオスは、父の勢力を継承して、セレウコス朝からの独立を目指す戦争を開始した。ユダと兄弟たちは、セレウコス朝の将軍ゴルギアスを、エマオの戦いで破り、続いて、ベトズルでリュシアスも撃破し、紀元前165年末には、エルサレムを包囲して、セレウコス朝軍を要塞に封じ込め、エルサレム市内に入城した。そして、 紀元前165年12月25日、エルサレム神殿からヘレニズム的な司祭を追放し、異教の祭壇を撤去することで神殿を清め、再び、ヤハウェ人に奉納を行った。この出来事を今も記念するのがハヌカーと呼ばれる、ユダヤ教の祭りである。その後ユダは、周辺諸地域に兄弟を派遣して、支配範囲を広げたが、アンティオコス5世の治世に入ると、 ルュシアスの下でセレウコス町も反撃に転じた。戦いは一進一退を続け、ルュシアスは一時エルサレムを包囲するなどの活躍を見せた。デメトリオス一世の知性に入ると、ルュシアスはセレウコス町内部での権力闘争のため、ユダヤにかまけていられなくなったので、ユダヤ人がシリアの総主権を認めることと引き換えに、ユダヤ人の信仰は認められるという条件の和議を、 結んで撤退した。ユダと共に戦った多くのユダヤ人にとって、ここで、これまでの戦いの目的の大部分は達せられたが、その後の方針をめぐって、大祭司、アルキモスを中心とする和平維持派と、ユダを中心とする完全独立派の内紛が、発生した。両派の対立は、次第に激化し、ついに、アルキモスは、セレウコス長の支援を要請する挙に出た。 これに応じたセレウコス長は将軍バッキデスを派遣した。ユダは二度にわたってバッキデス率いるセレウコス長軍を撃退したが、紀元前160年のエラサの戦いではバッキデスに対して大敗を起死戦死した。こうしてアルキモスらの勢力も増大したが、翌年にはアルキモスも死亡してしまった。このため指揮権はユダの弟のヨナタンに引き継がれた。ヨナタンは 巧みな政治力とセレウコス長の内紛によって支配権を確立した。そして、紀元前152年、ヨナタンはアルキモス死亡以来空位が続いていた大祭司職に就任した。しかし、マカバイ家、別名ハスモン屋は伝統的な祭主家ではなく、この処置にはユダヤ人側からの反発が強かった。立場の弱いヨナタンはこれまでのマカバイ家の ハンセレウコス朝政策を転換し、親セレウコス朝的な政策を採用した。これによって、セレウコス朝から、将軍や共同統治者の称号を得、さらに、エルサレム教団に対するセレウコス朝の特典を更新した。ヨナタンの死後、後を継いだシモンは、偉大なる大祭司や将軍などの称号を用いるほど強力な支配権を握り、紀元前百四十二年には、 セルエコス長軍のエルサレムからの完全撤退を見た。この年を、ハスモンや元年とする独自のコインを発行し、ローマとの間に外交関係を結ぶなどして、ユダヤは事実上の独立王国となった。マカバイ戦争は、ユダヤ人弾圧に橋を発し、最終的にユダヤ人王国が成立したことから、ユダヤ人の独立戦争という位置づけが良くなされる。しかし、 その発端や経過において、ヘレニズム的なユダヤ人と経験派のユダヤ人の対立がしばしば見られるように、一面ではユダヤ人の内乱としての側面も持っており、また証拠が少ないながら、ヘレニズムの潮流の中でポリス的な変化を遂げるエルサレム社会の中で市民としての権利を獲得できなかった滑走民と強くヘレニズムの影響を受けた祭祀や貴族たちとの 対立という要素があったとも指摘されている。また、セレウコス長によるユダヤ人弾圧がヘレニズム化を目指したセレウコス長の政策に基づく宗教弾圧であるという説が長く支持されてきたが、近年ではセレウコス長による宗教統制の意思については疑問が提出されている。例えばユダヤ側の記録にはセレウコス長がユダヤ人に対し豚を食べるよう強制したというものが、 あるが、ギリシア人の宗教において、豚が特別の意味を持った痕跡はなく、また、フェニキア人、彼らも豚を不浄な動物とする習慣を持っていたなど、周辺の住民に対してこれが強制された記録が全くないことら、こうした記録をもって、セレウコス長がヘレニズム的な宗教支配を押し付けようとしたということはできないというのである。 そしてこれは、ギリシア人の宗教が現地に強制されるよりも、むしろ現地宗教と同化する傾向が強かったという、事実と符合する。こうした非ユダヤ教的な習慣の押し付けに際しては、むしろ旧来のユダヤ的な生活を変更しようとする、ヘレニズム的なユダヤ人との宗教対立の面が強いと考えられている。また、 セレウコス長によるユダヤ人弾圧の動機の一つとして、アンティオコス四世の時代には、セレウコス長の財政が著しく困窮していたと考えられていることから、神殿の財産を略奪することを主目的にしたという説もある。こうした各種の指摘に見られるように、マカバイ戦争を単純にユダヤ人の独立戦争と見る意見は過去のものとなりつつある。ただし、 この戦争の帰結として、ハスモノサが成立したことも事実であり、その意味において、ユダヤ人の独立戦争という見解が間違いで、あるということもできない。資料が限られていることもあり、マカバイ戦争の詳細についてはなお詳細な研究が待たれる分野である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。